大エチオピア再生ダムの推理施設も経えず、青ナイル川本流のダムと支流のダムという二つのダムが建設される。大エチオピア再生ダム、または大エチオピア復興ダムあるいは大エチオピアルネサンスダムとは、エチオピアがナイル川上流の青ナイル川に建設した重力式コンクリートダム。ベニシャングルグムズ州のスーダンとの国境から約 20km 上流。 大エチオピアルネサンスダムにある。2020年7月15日、エチオピア政府が貯水開始を発表した。発電量は645万キロワットとアフリカ最大の水力発電所とすることを計画しており、世界でも7番目の水力発電所となる。ナイル川の中、下流に位置するスーダンとエジプトは水不足の懸念を表明しており、 この問題を3カ国で協議することで合意している。アフリカ連合の仲介を含めて3カ国の協議は断続的に続いてきたが、2020年時点、エチオピア政府は貯水に他国の同意を得る、法的義務はない、戦争をするなら数百万人を動員できるとも表明している。大エチオピア再生ダムの可能性は、1956年から1964年に、 かけて、アメリカ合衆国内無償開拓局によって指摘されたが、エチオピアは1974年のクーデター、トセラシエ皇帝の範囲、マルクス主義者政権化などがあり、プロジェクトとしては長らく放置された。2009から2010年にかけて、エチオピア政府によって調査が行われて、2010年11月にはダムの計画が政府に提出された。計画が公開された。 翌日の2011年3月31日にダムの工事はこれまでエチオピアで他のダム工事の経験があるイタリアのサリー二社の受け負いが発表され4月2日にはメレスゼナウィ首相がダムの礎石を設置して工事が始まったダムの名称ははじめはプロジェクト X で千年期ダムという名称を経て2011年に大エチオピア再生ダムとなった建設費は 国際都市五債によって賄われている。タービン及び電気設備は中華人民共和国が費用を出しており、送電網は中国の国家電網が建設した。ナイルガー下流のエジプトは川の水量が減少すると、このプロジェクトには大反対である。ダムからすぐ下流のスーダンは、このダムは洪水を防ぐはずと、2019年時点では3位を示した。 こうした議論が続く中、ダム建設の議士長、シメニューベケレが2018年に殺害されるという事件も起こっている。エチオピアとエジプトの話し合いはロシアへ場所を移して、またアメリカ合衆国財務省やアフリカ連合が調停、仲介するなどして続いている。青ナイル川本流のダムと支流のダムという二つのダムが建設されている。ダムはそれぞれ規模が 海抜500メートル、600メートルのところにあり、高さ155メートル、50メートル、長さ1780メートル、湾曲した高天にキロメートルである。ダム湖は容量74キロ立方メートルで、面積は1874平方キロメートル、水面は海抜640メートルのところにある予定。放流設備は3つあり、第一の放水施設は。 主ダムの左側にあり、第2の放水施設は主ダムの真ん中、第3の放水施設は湾曲ダムの右側にある。主ダムの中央の放流設備の両側に、フランシスタービンによる水力発電設備が置かれている。右側が1 0 x 3 7 5ットの発電機で、左側が6 x 3 7 5ットの 発電機で、総発電量は6450メガワットになる、見込み。発電設備の脇に、変電所があり、電力は送電線に送られる。2017年8月には、4X500KV 送電線が完成していて、これがゲネットまで送られて、そこから数本の 400KV 送電線で首都のアディス、アベバまで運ばれる。電力を国外へ売る予定はない。 2018年の早期には 400KV にアップグレードされていない方の 2X375MW 発電機を使って発電が行われている。川底から42メートルの高さで長さ542メートルの放水路は考えように下流のスーダン及びエジプトへ水を流すように考慮されている。ダム湖からの水蒸発は3%を見込んでいる。ありがとうございます。